はいどうも皆さん、こんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、三井住友カードが LINEPay のチャージペイに対応キャンペーンを開設ということで、今回は LINEPay と三井住友カードについてですね、この動画では LINEPay のチャージペイに、ついにあの三井住友カードが対応したということと、それに関連するキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。もしですね、LINEPay を利用されている方や、三井住友カードを持っている方は、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、こちらですね、事前チャージ不要、三井住友カードで、l i n e ペイのチャージペイを利用して V ポイントを貯めようということなんですけども、そのですよ、今ね、l i n e ペイのチャージペイというサービスがあると思うんですが、それについにね、三井住友カードが対応したということでございます。で、そもそもですね、チャージペイって何歳やと思う方もいらっしゃると思うので、簡単にイメージだけ湧いていただければと思います。こちらの l i n e ペイというスマホ決済は聞いたことあると思うんですけども、もともとそれと l i n e ペイクリストカードを連携して、 使うことができるサービスだったんですよね。で、紐付けた状態で、LINEPay で決済をします。決済の方法としたら、スマホ決済は、まあ、コード支払いであったりとか、請求書支払いとか、あとはオンラインの支払い、こういった3種類の方法があるんですけども、もしこれで決済したら、この右側のですね、LINEPay クレカに決済がかかるというような流れになります。なので、そうすることによってどうなるかと言いますと、チャージをする手間が省ける、まあ、かなり便利な機能ということになってるんですよね。まあ、おそらくね、これまで請求書支払いとかで利用されている されてた方が結構いらっしゃるのかなと思うんですけどもまあ、ここ最近はねルールが変わってチャージペイの還元率が0.5%還元になったということもちょっと話題になりましたでそのチャージペイに今回のお題のようにこの三井住友カードがですね仲間入りするということになります ま、今回ね、三井住友カードが対応したことによってどんな風になるのかということで、ま、公式ページを見ていきましょう。まずここですね。これまでチャージペイはビザラインペイクレジットカードを登録することでご利用いただけましたが、5月10日ですね。本日から三井住友カードが発行するビザブランドのクレジットカードもラインペイに登録して、チャージペイがご利用いただけるようになりましたということで、今回ポイントここですね。三井住友カードが発行するビザブランドのクレジットカードということですので、三井住友カード以外にもここが発行するカードのビザブランドの ブランドでであれば対応できるとということになりますなので、その対応したことによって、どんな風になるのかというと、l i n e p y が使えるお店で、三井住友カードが利用できるだけでなく、V ポイントの還元を受けられてとってもお得ということで、まあ、これまでね、v i s a l i n e p y クレジットカードであれば、l i n e ポイントが貯まってたんですけども、今後はこの V ポイントが貯まるということになります。いいですよね、V ポイントに関しては、ちょくちょく動画にもしてるんですけども、ただの V ポイントとしてまあ使うこともできるんですが、他のポイントとかにも交換することができる で、きるのでそこが結構強みかなと思いますでこの三井住友カードをチャージペイに登録するメリットということなんですが、これはもう本当ね、これまでビザラインペイクレジットカードを使ってチャージペイを使ってた方であれば、ある程度イメージは分けてると思うんですけども、まあ、ここにも出てるような残高をチャージしなくてもラインペイとの支払いができるとか、他にも街でのお買い物やオンラインショッピングはもちろんラインペイなら電気料金などの高級料金や通販などの請求書支払いにも対応していますということですね。 で、二つ目は、ポイント還元や、優待特典でお得にということで、カードのご利用金額に応じて V ポイントが貯まります。チャージペイの設定ができて、V ポイントが貯まるカードは、全180種類以上ということですね。で、対象の三井住友カードのチャージペイで、LINE ペイのクーポンを併用すれば、さらにお得にということで、まあ、ここ最近ね、LINE ペイのクーポンガラッと変わったんですけども、そういったものも併用できると。でですね、この全180種類以上ということなんですけども、この ANA のカードに関しては、LINE ペイのチャージペイの設定 設定は対象外となるということと2021年5月10日時点ということですのでおそらくまだまだ今後何かしら対応する可能性は出てきそうですよね。 ちなみにですね、この全180種類以上どんなものがあるのか、まあ、実際の三井住友カードの公式ページを見るとですね、一覧でクレジットカードがずらーっと出てきます。全然僕知らなかったんですけども、ここには298って書いてるんですが、まあ、この中にね、三井住友カードも入ってますし、先ほどお伝えした ANA のカードも含まれてるので、この ANA のカードについては除くと、それ以外のカードであれば、だいたい180種類以上のカードは対応してるということですので、まあ、僕が持ってるカードは正直ですね、今お伝 伝えした三井住友カードとあと三井井住住友友カカーーードドととあのナンバーレス今こちらの画像が出てると思うんですけどもこのカードは持ってるんですが他は正直三井住友カードから発行されるカードは持ってないのでもし持ってる方に関したらまあもうそれをねメインで使われてる方はそれを紐付けしてみてもかなりいいのかなというふうに思いますてかめちゃくちゃありますねで一応ですねご利用方法ということでここに登録方法が記載されているんですが ちょっとまだ登録は待っていただきたいと思います。っていうのもですね、今回こちらのキャンペーンが発表されたんですよね。三井住友カードチャージペイ対応記念ということなんですけども、 三井住友カードで LINEPay のチャージ &Pay を利用して V ポイントを貯めようというキャンペーンなんですけども先ほどお伝えしたちょっと登録は待ってねって言った理由としたらここにも出てるように期間がですね2021年の5月の13日から8月の12っていう風になってるんですよ本日今動画をアップしてるのが5月10日月曜日なのでこのキャンペーンに参加ができるのが5月13からなんですよね なので、できれば、このキャンペーンに参加されたい方はですね、この期間まで待っていただくことを強くお勧めします。今回のキャンペーンに関しては大きく2つに分かれておりまして、それがまず1つ目、こちら。LINE イにカードを登録することによって、200円相当のリンクリワードっていうのが申請されます。これは簡単に言うと、LINE が提供している仮想通貨のサービス、BitMax っていうのがあるんですけども、いわゆる、まあ LINE のオリジナルの仮想通貨、 これをタダでもらうことができるっていうのが1点目。で、2つ目はこちら。LINEPay のチャージペイの支払いで通常の還元プラス V ポイントが0.5%還元されるということになります。通常還元っていうのはクレジットカードによって変わってくるんですけども、今回はキャンペーンの期間限定の還元として、さらにそっから0.5%が還元されるということになります。 ま、この通常還元については、ここにも小さくね、注意書きが出てるように、通常還元の内容はカードによって異なりますということですので、先ほどお伝えした180何種類以上の三井住友カードのどれかを使うことによって還元率がそれぞれ変わってくると。で、ここも注意点ですね。ご利用金額が200円につき V ポイント1ポイントのプレゼントのためポイントが0.5%還元、プラス0.5%還元にならない場合がありますということですので、100円の決済をしてもポイントが付与されないという可能性があるということ。そして、 通常還元が V ポイント還元ではないカードは対象外ですということですのでキャンペーンの対象外になる可能性がありますのでここは気をつけてくださいでキャンペーンの細かいところなんですがキャンペーンの期間は先ほどお伝えした5月13日からスタートとなりますこの動画をアップしているのが5月10日となりますのでここは気をつけてくださいそこから8月12日木曜日までですので、まあ、結構長くねキャンペーンが開催されているとですけども特点には限りがあります上限に達した場合キャンペーン期間中でも本企画は終了することがあります いますということですので、まあ、突如としてね終わる可能性はあるのでここは覚悟しておいた方がいいかなと思いますで得点は2つということで先ほどお伝えしたリンクリワードが200円相当もらえると条件としたら三井住友カードが発行するビザブランドの対象カードを期間中に LINE ペアアカウントに登録ということですので条件としたらめちゃくちゃ簡単かなと思いますですけどもこれですね ビザブランドっていうところがポイントかなと思います。まあ僕もね、以前動画で紹介した三井住友カードに関しては、ナンバーレスのカードについてはマスターカードのブランドなんですけども、通常の三井住友カードについてはビザブランドですので、今回は普通のビザブランドのカードであれば参加ができる。ただそれを LINE ペアアカウントに登録すればいいということですので、これは結構簡単にクリアできるかなと。 ちなみに、もしね、早とちりして登録された方でも、期間前に対象カードを LINE ペア,アカウントに登録していただいた場合でも、対象期間内にカードを再登録すれば、 特典対象となりますということですので、ここはね、今回ちょっと優しいですよね。まあちょっと僕もね、LINEPay については苦い思い出が若干あったんですけども、まあ今回はね、登録し直せば OK ということですので、まあ誰でも参加することができると。で、特典2については、利用金額に対して0.5%分の V ポイントが付与されると。条件は、期間内に三井住友カードが発行する対象カードを登録した LINEPay でチャージペイの支払いをすることが条件ということですので、まあ普通にお買い物をすれば OK ですよということですね。ですけども LINE ポイントで、は還元されないのでこここは注意してくださいとでこのキャンペーンの対象となるのは何度もお伝えしている三井住友カードを発行するクレジットカードのビザカードとなります。で、ANA のカードは全研修対象外ということと、ビザ LINE ペクレジットカードは対象外と。なので、ここは注意が必要と。 で、例えばですね、今回のこちらのキャンペーンですね、LINE ペンのチャージペイの支払いで、通常の還元プラス0.5%還元ということで、まあ、どんな風になるのかシミュレーションしてみたいと思うんですが、まあ、例えばこちらのね、三井住友カード、通常の三井住友カードですね。まあ、こちら僕が持っているカードでもあるんですけども、そのカードをここの通常還元というところに置き換えたいと思います。で、その際ですね、通常の三井住友カードであれば、200円で1ポイント貯まります。 の0.5%還元の V ポイントが貯まるということなんですけども、例えば1000円の商品をですね、今回の LINEPay のコード決済で決済してみたいと思います。チャージペイを設定した状態なんですけども、その場合は、こちらの通常還元の0.5%、これが200円で1ポイント。これがこの左側に該当します。で、そこからさらに今回のキャンペーンでもあるんですけども、V ポイントが0.5%還元ということですので、これで200円で1ポイント、ここでも貯まります。 なので、単純計算で、この2つを組み合わせた場合の計算なんですけども、1000円の商品を購入した場合は、1000円で10ポイント分の V ポイントが還元されると。で、これはね、実質1%還元となります1。1%還元となる理由は、この0.5%還元と、こちらの0.5%還元。これが成り立つということになります。ですけども、今回はここに格好書きで書いてあるように、キャンペーン期間中はこれが成り立つということですので、まあ、キャンペーン期間は結構長いので、もしね、V ポイントを重点的に貯めてる 方であれれば結構これはうううままく使えるるようにになななってるんじゃいいいか風ううも思います特典の進定時期に関してはそれぞれ分かれてますので気をつけてください。特典1、リンクリワードに関しては9月6日から9月10日までの間。ちなみにね、先ほどお伝えした LINE が提供する仮想通貨、今では暗号資産と言われるんですけども、リンクについての説明はここに出ておりますので読んでいただければと思います。まあ、僕もね、何かしらのキャンペーンでわかんないんですが、こちら画像を出しておくんですけども、なんかのキャンペーンでもらったリンクがまだちょっと残っております。 ということで本日お伝えしたことまとめです。まず LINEPay のチャージ &Pay に本日三井住友カードが連携可能になりましたよということ。で、今後は LINE ポイント以外にも V ポイントが貯まるということですので、利用の幅がかなり広がるんじゃないかなというふうにも思います。もちろんね、V ポイントアプリに使ったりとか、他社のポイントに交換することもできます。まあ、v ポイントが貯まった時の使い方に関してはこちらの動画で解説をしてますので、ぜひリンク貼ってますので見ていただければと思います。で、チャージペイの通常の還元率は200円で1ポイント0.5%還元なので、 クレジットカードでの決済の方がいい場合もあるかもしれないのでここは気をつけておいてくださいですけども次お伝えするキャンペーンと組み合わせれば期間中は結構お得かなと思いますでそのキャンペーンなんですが三井住友チャージペイ対応キャンペーンということなんですけども期間が5月の13日木曜日から8月の12日木曜日までとなりますこれに関しては上限に達した場合は終了する可能性がありますので気をつけてください特典が2つございまして LINE ペイにカードを登録することで仮想通貨暗号試算の リンクリワードが200円相当もらうことができます。これに関してはね。ほんとただ登録するだけですので、サクッと登録して。 この仮想通貨もらっちゃってもいいかなというふうに思います。で、特典2なんですけども、l i n e p e にチャージペイ支払いということなんですが、通常還元プラス V ポイント0.5%還元、これは期間限定で行われるというものになります。通常還元については、ご自身が好きな対応している三井住友カードを連携して、そこから l i n e p e のチャージペイまあコード支払いを行うことによって、その通常還元プラス0.5%分の V ポイントが貯まりますんで、まあ実質1%還元が、この8月12日までの期間中使うことができる できるということになります3ヶ月ぐらいですよ結構お得ですねで対象となるカードなんですけども三井住友カードが発行するクレジットカードその中でもビザのみとなっておりますので気をつけてくださいまあ、結構ね今回ナンバーレスカードとかで発行された方は結構いらっしゃるかと思うんですが僕が持ってるまナンバーレスのカードはマスターカードなんですけども別のもう一つのね 三井住友カードのビザの方で今回は挑もうかなというふうに思います。で、対象外のカードに関しては ANA の全検種ということと、あとは LINEPEY くれに関しては対象外となりますので、あくまでも三井住友カードが発行するビザのカードということになります。で、付与される時期なんですけども、特典1の仮想通貨、リンクリワードに関しては、2021年の9月6日月曜日から9月10日金曜日までの間になるので、これに関してはね、まあ忘れたこれで、特典2、チャージペイの特典に関しては、 それぞれね、約1ヶ月ごとぐらいで付与されるイメージかなと思うんですけども、もしね、利用される方は、この付与される時期もお忘れなくチェックしておいた方がいいかなというふうに思います。まあ、今回ね、三井住友カードがチャージペイに対応したことによって、僕なりの結論なんですけども、5月13日木曜日からとりあえず連携をしましょうということですね。今お伝えした特典1の仮想通貨がもらえたりであったりとか、そこからね、使うことによって、実質1%還元も可能かなというふうにも思いますんで、もし V ポイント貯めたい方はこういった方法を試して してみてみもいいいいいんじゃないかなかという,ふうに思いますまあ、そんなこんなで今回は三井住友カードが LINEPay のチャージペイに対応したということとキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、このチャージペイに関しては今回は三井住友カードということだったんですけどもキャンペーンページというよりかは公式ページには5月10日時点では今は三井住友カードということでしたのでおそらくね、今後も他のカードが対応してくる可能性もやっぱり考えられるんじゃないかなというふうにも思います。まあ、そうすることでね、普段から自分自身が貯めてるね、 クレジットカードとか対応してくれればね、利用の幅はかなりかなり広がってくるんじゃないかなというふうにも思います。で、今回お伝えさせていただいた LINE ペンに関しての公式のリンク2つと、あとは以前説明させていただいた V ポイントの使い方に関しての動画も概要欄に貼っておきますので、こちらも詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。